日光氷連山は、栃木県日光市にあり、南台山及び女宝山と1階をなす3階である。南台山と女宝山を中心に、大真名古山、小真名古山、大石山、赤蘭山、太郎山からなる。日光氷連山は、競技の日光連山のこと。日光連山は広く日光白根山や、根名草山などを含めた日光火山群を総じた意味で、使われることもあるが、 南大山や、女宝山などは、日光白根山などとは別に一階の山陽をなす。ことから、日光氷連山や、表日光連山と呼ばれる。氷日光連山の登山口は主に、日光山内、滝能神社、若光滝、中宮市、霧降り高原、奥日光の静峠、三つの利温泉などである。登山道沿いの避難小屋として唐沢小屋、静小屋がある。 南大山は、中宮市から登るルートが著名で、登頂後反対側の静峠に降りると太郎山へ、向かう林道と、大マナコ、小マナコ、大石、女宝、赤薙への重走路に分岐する。さらに静峠からは迂回してから沢小屋に向かうルートも、あり、その途中で若光滝の登山ルートと合流する。静峠から太郎山に向かう登山道は、神庭、花畑を経て、 太郎山頂に至り、反対側に下山すると、奥、日光三里温泉に出る。一方、重層路の方はまず、千鳥返しを経て、大真名子山に登頂。これを、反対側に降りて、高野巣を経て、小真名子山に至る。小真名子山から大石山に向かうと、富士見峠を経る。富士見峠では、本重層路と交差して、 荒沢方面及び栗山の門方面の登山道と交差する。大石山と女宝山の間は、馬の瀬渡りと呼ばれる痩せ尾根を歩き、女宝山頂で荒沢小屋ルートと合流する。そのまま尾根沿いに歩くと2318ピーク、2295ピーク、2209ピーク、2203ピークと経て、赤蘭山に至る。さらにそのまま、 反対側に下山すると丸山との分岐点を経て、霧降り高原に至る。日光三県日光登山路の三つの難所を総じて、日光三県と呼ばれる。日光三県とは、以下の三箇所を指す。ありがとうございます。